リアする猫ボス、通称猫ボスって言ってるんですけども、この度メキシコの方に行くことになりまして、じゃあちょっとみんなで集まってその時にじゃあ吹いてもらえるみたいな話から今日のこういう会ができました。で、まあ、うちうちでやるよりなんかせっかく茅ヶ崎でやるんだし、じゃあちょっと私の友達も呼んじゃおうかなみたいな形で今回私の友達に声かけさせていただいて、でめぐみちゃんの方もめぐみちゃんのお友達だったりお知り合いの方に声をかけてこう来ていただくっていう形で今このメンバーが集まってます。だからなんかこうフェイスブックって私最初本当敬遠してたんですけれども、確かにやれやれそこからそうなんかこうつながって、でもう本当にここにいる人たちってもう本当に全然バラバラな生活をしている人たちなんですけども、今回こういうことでまたこうつながっていったらなんか嬉しいし楽しいなっていうふうに思ってます。なんかあんまり私の話が長くなってからないんですけどで、まあ、ちょっと飲み物も今全部揃ったと思いますので、まあ、ちょっと初めましてということでちょっと軽く乾杯しなきゃいけないかなって。乾杯も私そのご縁を私は大切にしたいと思います。では皆さん乾杯。乾杯。あ、今あれします。はい、あ、いいですよ、行きますよ。はい、床もうちょっとあれしちゃってるから、はい、床のやつ、はい、そうね。
机にいるから、はい、すみません、じゃあそろそろ演奏を始めたいと思いますけれども、まずですね、皆さんにちょっとご報告がありまして、ちょっとね、喉の渇きが止まってきたかなと思うんですけど、これはですね、マスターのご厚意で最初の一杯は皆さんにようこそっていうウェルカムドリンクということでご提供いただいてます。ありがとうございますということで、イエーイ。で、あとはキャッシュオンデリバリーなんで、飲む分をご自身でお払いになってじゃんじゃん飲んでください。お願いします。僕の分まで飲んでください。即答できない自分が悲しい。というわけで、まあそうですね、僕フュージョンとかジャズをよく吹くんですけど、なんていうか、こう皆さんに最初こう分かりやすい。こういう曲聴いたことある、あ面白いね、あ知ってる知ってるっていう曲を最初に吹いた方が、後々皆さんこう乗っていただけるかなと思って、最初の 2,3 曲がそういう曲を集めました。まず最初のですね、2曲続けていくんですけど、最初は、不安のフォーミュラー1 のテーマ、スクエアというチームが、バンドがやってる曲で Truth っていう曲を歌いたいと思います。もともと電子楽器でね、EV っていう電子楽器なんですけど、ちょっとアルトサックスなので再現あんまりできないと思いますけど、まあ、雰囲気は、2曲目は、ちょっとまあ茅ヶ崎といえば太陽、太陽といえば太陽に吠えるだろうって、なんかむちゃくちゃなこうつながりでですね、太陽に吠えるを聞きたいと思います。お願いします。
ですね、これなんかね、太陽に吠えろってあのまあぼちぼちさんに来てるものなんですけど、あのすごく昭和な感じがする曲で、本当はこれあのソプラノサックスなんですよね。トランペットとかのイメージなんですけど、ソプラノサックスで吹いてて、それアルトだとその音ってなかなか再現できないですけど、あのまあこんなキャーという音が多い曲で楽しい曲かなと思います。初めてからのなんですけど、皆さんお手元にあるですね、セットリストに沿って今進めてるわけなんですけども、このセットリストはですね、非常にあの僕こんな素敵なの見たことないんですけど、そこのですね、美穂さんがつけていただいて、ちょっと軽く彼女が作ってくれました。初めて見たけど、こんな素敵なものになってもなんかどうしよう、失敗できないと思いつつ、さっきも失敗しました。ありがとうございます。続きまして、Isn't She Lovely っていうですね、スティービー・ワンダーの曲、それから September というあのアースウィンド・ファイアですね、この曲をちょっとダンサンブルな、昔のオールディーズの、ね、ダンサンブルな曲を2曲続けてやりたいと思います。アーステーマっぽい曲、アース好きな方いらっしゃいます？ああ、結構いるんですね。スティービー・ワンダーは、わ、結構スティービー・ワンダー多いな。曲変えるかみたいなみたいな感じで。
すみません、ありがとうございます。ですね、暑いですね。なんかちょっとハイテンションな曲もついたんで、ちょっと一杯失礼して。ウーロン茶ってこんなにうまかったのかみたいな。ビールよりうまいですね。はい、無理してる。無理してる。続きましてですね、我が心のジョージ、ジョージはお前前にという曲を書きたいと思います。これはジャズの曲ですけど、有名なのはレイ・チャールズさんですね。こう揺れる黒人のピアニスト、ジャズマン、彼がすごくもう魂を込めて、吹いて、吹いてじゃない、吹くの僕だ、弾いてますけども、どっかやっぱりジョージアって街のね、アメリカの街ですけど、そのジョージアって別になんか単語変えれば自分のホームタウンになったりするわけで、まあ僕は我が心の府中だったりとかね、茅ヶ崎だったりとか、いろんな荒川とかね、いろいろいると思いますけど、ぜひそういう気持ちで懐かしいなっていう、こう教習を感じていただけたらなと思います。ちょっとしっとりした曲なんですけど、ちょっと津田的なアレンジで激しくなる部分もあるので、聴いてください。
多分みんなでワイワイ言ってんじゃなくて一人ぼっちでなんか考えてこう、ああジョージア懐かしいなっていう気持ちで多分書いたんでしょうね。あのジョージアじゃなくても懐かしい気持ちになってくると思います。いろんな楽器でやると多分いろんなジョージアがそこにあるんだろうなと思います。続きましてですね、ちょっとあの大きな音の曲をやってたので少し小さな曲を小さな音の曲にしたいと思います。まあ海も近いということでですね、僕も実はすごく好きで、サックスでもよく吹くんですけどボサノバというですねタイプの曲なんですけど、ジャズとかロックとかあるんですけど、なんかボサノバってすごくおしゃれな、ね、感じのリズムで、とりあえずボサノバ風にしとけば大体ポップスでもね、歌謡曲でもロックでもジャズでもボサノバにするとなんかおしゃれな感じになっちゃうっていう、非常に便利なメロディーなんですね。まあ、最初やる曲が、モナカグカルニバルっていうオロペの歌ですね。多分名前だけ聞くとうんって思うかもしれないですけど、聞くとあの曲ねっていう絶対耳覚えのある曲だと思います。もう一つはもしかしたら知らないかもしれませんけどウェイブっていう曲で波ですね。波がこう寄せてこう返して寄せて返してっていうのが冒頭のところのこうゆったりしたけだるげなメロディーに、なって現れています。ぜひですね、こんな曲だなと思ったら YouTube 書いて YouTube 聴いていただいて、よっぽどいいやとかねいろいろ感想もあると思いますけども、ぜひボサノバを好きになっていただけたらなと思います。オルフェの音とウェーブ続けてお聴きください。
ワンセット目が終了ということで、しばしゆっくりとお話しながら、楽しんでいただければと思います。2部はですね、ちょっとこうロマンティックラインということでですね、何自分で言ってるんだな最初の方はちょっとアップデートなんですが、2回目の方はちょっとゆっくりな曲が行われます。期待してください。よろしくお願いします。何かそういう人がいるわ。